はい、皆さんこんばんは。今回は夜寝る前にたった5分やるだけで全身の脂肪がみるみる落ちる、運動が苦手な60代の女性が1ヶ月で3キロ痩せたゆらゆらストレッチを一緒に行っていきたいと思います。一切立たずにお布団の上でリラックスしながらダイエットができたら嬉しいですよね。今回のゆらゆらストレッチで痩せやすい体づくり、そして睡眠の質向上、疲労回復、この3つの効果を一緒に得ていきましょう。それでは早速レッツゴー。はい、今回のゆらゆらストレッチをやってリラックスしていきましょう。お布団の上で行ってあげても大丈夫です。はじめは手をゆらゆら、それでは用意スタート。手をゆらゆらさせることで指先の血流が良くなり、体が温まりやすくなります。そのことで疲労回復効果がアップしてくれますよ。肩の力を抜いて行ってあげましょう。1日の疲れを癒す今回のゆらゆらストレッチ、家事や仕事を頑張る女性をねぎらう内容になっております。しかも血流が良くなり代謝が上がることで痩せやすくなる、寝ている間にダイエットができたら売れピーマンですよね。はい、オッケー。そしたら次の種目は背中を伸ばしててあげましょう。左右にリラックスしながら体を倒していきます。それではスタート。息を吸いながら横に倒してってあげましょう。背中の横、脇腹が伸びていくイメージです。呼吸を忘れずにこちらもリラックスをして脱力をしながら行ってあげてください。背中周り痩せにも効果的、そして肩こり解消にも効果的です。3、2、1、はい、お疲れ様です。そしたら次は首を伸ばしていきましょう。脱力をしながら左右に頭を倒していきます。スタート。呼吸は息を吐きながら横に倒してあげましょう。首に力を入れずにリラックス。そう、いい感じ。それではもう少し。3、2、1、はい、お疲れ様です。そしたら次の種目、胸周りを伸ばしていきましょう。体の後ろで手を組み上下に揺らしてあげます。スタート。脱力をしてリラックスをしながら肩が上に上がらないように胸を張ってあげましょう。体の後ろで手を組むのがきつい、ちょっと苦手だなという方は無理して組まなくても大丈夫。腕を後ろにゆらゆらと脱力をしながら振るだけでも大丈夫です。それではもう少し。3、2、1、はい、お疲れ様です。そしたら次のストレッチ、腕を内側外側にゆらゆらと揺らしていきます。それではスタート。脱力をして内側外側にひねっていく、そのことで巻き肩猫背の改善につながってきます。肩甲骨から動かす意識をしてあげてください。それではもう少し。3、2、1、はい、お疲れ様です。そしたら次の種目、仰向けの状態になり手足をゆらゆらさせてってあげましょう。それではスタート。こちらも脱力をして手足をゆらゆら、こちら日頃からね頑張っている方、体に力が入りすぎてしまっている人はゆらゆらさせるのが苦手になってきます。はじめはうまくできなくても大丈夫。ちょっとずつ練習して脱力ができるようになるとうまくできるようになってきます。最初から完璧にやるのではなく、今自分ができる範囲で行っていってあげましょう。はい、お疲れ様です。そしたら次の種目、足を内側外側に倒してあげましょう。股関節の付け根から動かす意識です。スタート。脱力をしながら行ってあげます。股関節周りの動きが悪くなってしまうと、
太もも、そしてふくらはぎのむくみにつながってしまいます。このストレッチで股関節周りの筋肉をほぐすことができるため、下半身痩せ、むくみ解消につながりやすくなります。女性の方はめちゃくちゃ嬉しいと思いますね。それではもう少し、はい、 OK です。お疲れ様。そしたら次の種目、これラストなので一緒にリラックスしながら行っていきましょう。足を左右にパタパタ倒していきます。それではスタート。足を左右にゆらゆら倒すことによってお尻腰周りのストレッチになってきます。お尻腰周りが伸ばされほぐされることによって下半身痩せ、そしてむくみの解消にもこちらつながってきます。また腰痛予防につながるのでめちゃくちゃおすすめです。それではもう少し、はい、ありがとうございます。今日一日頑張ってくれたあなた、お疲れ様でした。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてください。僕も皆さんと一緒にストレッチできてうれピーマンでした。また次の動画でお会いできること楽しみにしています。おやすみなさい。